西武連敗となる。西武オリックス13回戦、西武がオリックスに3対0で勝利。西武勝ったで、勝てる、勝てるんだ。菅井くんおめでとう。菅井素晴らしいわ。久しぶりの茂で歓喜。先制点と追加点がでかかった。7月に消滅だ。こういう試合ができればな。オリックス負けました。8連敗中のチームに言えない。まだ0点負けかはきつい。サワンに弱いオリックスが帰ってきたわ。オリックス先発エスピノーザ6回1失点。エスピを粘って投げたわ。エスピメンタル強いな。エスピ結構守備で足引っ張られてるけど我慢強いわ。オリックスリリーフ富山1回2失点。富山きついな。富山は負けたやし失点はしゃあないわ。富山の自立が低い理由がよくわかった。西武先発菅井7回0失点。菅井はほんとようやっとる。菅井を踏ん張ったわ。菅井ってもしかして西武の新エース。西武アブレイユ。西武今日のアブレイユは一味違ったな。アブレイユ覚醒したか。言うてアブレイユも最近打たれてない。西武打撃成績野村に比先制打点。野村ナイスギヒ。今日飛ばした野村。栗山タイムリー。栗山さすがやで。栗山がいい仕事。炭谷タイムリー。炭谷すごいな。炭谷やったね。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。